プライスレス素敵な恋の見つけ方は、2006年制作のフランス映画、巡りあったが、運の月のピエール・サルバドーリ監督の久々の新作であり、オドレートと主演のロマンティックコメディ、一流ホテルのウェイターと玉の腰狙いのマテリアルガールとの恋の行方を描く。玉の腰狙いでお金持ち大好きというイレーヌは、ひょんなことから、高級ホテル従業員のジャンを大富豪の息子と誤解し、 一晩を共にする。しかし、その結果、イレーヌは大富豪ジャックとの婚約が破断になり、さらに、ジャンの本当の仕事を知って、あっさり振ってしまう。ジャンは、仕事もクビになり、ストーカーのごとくイレーヌを追って、ニースへ向かう。次の男とのデートを台無しにされたイレーヌは、これ見よ菓しに高級料理や高級ブランド品、ホテル代をジャンに支払わせ、去ってしまう。別れ際、 ジャンは1ユーロを渡し、10秒だけ見つめ合う。定期預金や年金を解約したが、それでも支払いは足りず、困り果てたジャンを、裕福な未亡人マドレーヌが助ける。マドレーヌは、ジャンと、ホテルで暮らしながら、彼に似合うワイシャツを買い与え、優雅な食事をさせる。同じ立場になったジャンに、イレーヌは、新しいパトロン、ジルに買わせた、大量のブランド物を見せびらかすが、ジャンは、 シャツ一枚と話し相手になっているだけだった。外出から戻ったマドレーヌは、ジャンにダンベルを与え、整形外科にも連れて行く。ジャンはイレーヌに教わった会話テクニックを、マドレーヌ相手に実践すると、3万ユーロの腕時計を買ってもらうことができた。イレーヌを意識しつつ、同じテクニックを再度使おうとすると、マドレーヌに叱られるが、ジャンは決別することができず、紐を続ける。ロケ地の一つある深夜。 二人は、ジャンのスクーターで出かけ、海辺で自由な時間を楽しむ。次の昼、イレーヌは、ジルと共に、もう戻らない旅に立つと、ジャンに別れを告げる。ところがジルは、二人が別れを惜しんで、キスをする姿を目撃し、一人チェックアウトしてしまう。水着姿のまま困ったイレーヌは、ジャンに助けを求める。ジャンは、時計を売り払って、イレーヌのホテル代やドレス代を工面し、アクセサリーを買って、 マドレーヌの機嫌も取り、巧みに立ち回る。窮地を脱したイレーヌは、パーティーで、再び裕福な男を物色する。イレーヌはジャンに感謝し、ジャックへの復讐に協力させる。イレーヌは、ジャックの今の愛人アニエスに、ジャンが、貴族の家系の大富豪だと囁き、接近させる。その姿を見たマドレーヌは激怒し、ついに、ジャンと決別する。アニエスがジャンと去るのをジャックに目撃させると、 イレーヌは、ジャックとよりを戻そうとする。しかし、ジャンとアニエスの様子が気がかりで動揺し、部長に終わる。ジャンの部屋に駆け込んだイレーヌは、アニエスに、ジャンが、一文無しだと告げ、立ち去らせる。真実の姿で愛し合った二人は、有料道路の一ユーロを支払い、朝日と共に旅立つのだった。ありがとうございます。